渋谷渚卒業後の NMB48 はどうなる。小島かりん、私らしく、数打ち当たる、精神で進んでいく。NMB48 のキャプテン、小島かりんが自身の YouTube チャンネルにて独自の企画をスタートさせている。その企画とは、様々な企業の社長と対談するという、なかなかチャレンジングなものだ。グループをまとめる立場になって、約5年。社長たちから得た知見を、アイドル業に生かそうと奮闘している。この経験を経て、2代目キャプテンは、どのように変化したのか、前後編の後編。前編はこちら。NMB48 小島かりんが様々な企業の社長と対談する理由、外の世界を知りたくて自分から電話&DM でオファー。企業の社長と対談してきた中でグループに還元できそうなお話はありましたか？小島業務スーパーの社長さんのお話が印象的でした。会社の目標が日本一楽しいスーパーにするだったんです。私は、そんな抽象的な目標でいいの？と目から鱗でした。私は NMB48 も基本に立ち返っていいんじゃないかと思いました。まずメンバーが楽しさを感じないと、ファンの方に楽しさが届けられませんよね。これからは日本一楽しいアイドルでようと思います。パイン飴の社長が時代の変化とともに、飴のサイズを変えているという話をされていましたよね。アイドルにも置き換えられることだと思います。小島それは一番刺さるお話でした。13年もグループが続いていると、13年前は正しかったことが今は正しいかどうかわかりません。時代とともに変化しないといけないと思っています。もしかしたら、大人数であるという AKB48 グループの特徴さえ時代に合っていないかもしれません。では、具体的にどのように変化させればいいかという話になりますけど、その肝心な部分には自分で勝手にセーブをかけてしまって、結局変化できていないのは自分なんですね。とはいえ、小島さんは様々な取り組みをしてきて、自身を変化させてきたと思います。グループにプロデュースしてみたいメンバーはいますか？小島8期生に松岡さくらという信じられないくらい真面目な子がいて、真面目がおもろいになると教えてもらいました。笑い。同じチームになれたので、これから化けていけるように活かしていきたいです。9期生の制限ゆかは、天性の愛され、キャラで、歩いてるだけで面白い。日常生活を定点カメラで追いたいですね。お姉ちゃん、制限は花が、同期で入ってきたので、妹の日常を撮ってもらいましょう。最近、小島さんは、ネイルチップの販売をスタートさせました。これも、自己プロデュースの一環だと思います。小島ずっと興味があったことなので形にしたいなと思って1年くらい前にプレゼン資料を作ってスタッフさんに提案してみたんです。その時は友人と勧めていたんですけど、このお仕事をしながら梱包して発送してというのが現実的に難しくて。一度は諦めましたが、もう一度チャンスをいただいてリンク A という名のネイルチップを販売させていただくことになりました。2024年に入るとソロライブがありますね。小島これもやってみたかったことです。ここで見せたいものはグループにいる時にはできないことです。グループにいるとどうしてもキャプテンの立場から話すことが多いので、そういった自分を捨てて小島かりんを好きに表現しようと思います。2023年の NMB48 で一番大きかったことは渋谷渚さんの卒業だと思います。小島まだ実感がないけど想像してみると
不安の方が大きいです。自分自身が心配です。私はどうなっちゃうんだろうって。これまでいっぱい支えてもらいましたから。しんどい時、隣にいてくれたのは、なぎささんだったし、本当に大きな存在でした。ただ、なぎささんが卒業することは事前に聞いていたので、準備はしてきました。この半年で心を開ける後輩が増えました。特に、平山舞ちゃんには弱みを見せられるようになりました。2024年、どんなことをしていきたいですか？小島、今の私は多方面に手を出している状態です。それは、いいことだと思っています。とにかく数打つのが私らしいのかなってかっこ笑い。そうしているうちに見えてくるものがあるはずなので、2024年も引き続き数打ち当たる精神で進んでいきます。YouTube の方も見てくださる方を増やしつつ、お話を引き出せる力をつけていきたいです。